はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、フィットのカタログを見ていこうっていう動画で。この間ね、ちょっと、YouTube ライブの方でね、カタログを見ながらしたんですけども、まあ今日はね、それをもうちょっと、皆さんに見やすく、やっていこうと思います。こっちね、アクセサリーカタログ。これ結構ね、秀逸で面白いのいっぱい載ってるんですよ。ほら、例えばね、これ、段ボール？これがね、こうなるみたいなんですよ。段ボール組み立てて、テーブルと椅子になるみたいなんですよね。税込みでね、3080円ですね。これ一回使ったらもう終わりかな。どうなんかな。で、新型フィットはね、今度ドアのね、このドアロックで収納っていうのがね、ついてないんですよね。これオプションで1万1000円です。これは標準で付けといて欲しかったですよね。で、これね、これもね、肘置きがないんですよ。アームレスト付きセンターコンソールボックス。2万2000円。なんか面白いこれ。ティッシュ。これは3300円。安い。で、今度のね、フィット結構顔がね、優しいんで、こうほら、優しい顔がいかつくなるようなパーツが、いろいろとあります。こんなんもある。ビームライト。やはりね、だいぶ女性向けだなと今回思いました。こんなのが、きちんと感の演出術。ということで完全にね、これ女性向けですよね。こんなフィットのエンブレムとか、これ口紅のデザイン。室内もちょっとこうピンクっぽいね、紫っぽいね。まあそんな感じで、いろいろあるんですけど、このオプションカタログとこの普通のカタログね、2枚あるんですが、まあ、ちょっと今見づらいんで、ウェブの方を見てみますね。はい。では、フィットのホームページ見ていきましょう。ヒューマンフィットということでね。まあ今回ね、だいぶ外装が変わりましたよね。親しみやすい、人が心地よいデザインということで、ガラッと変わりましたよね。これね、圧倒的な見晴らしの良さ。A ピラーがね、極細で、このダッシュボードがね、すごいフラットになってますよね。それですごい視界がいいということですね。いや、居心地良さそう。ではね、タイプ別見ていきますね。まずはね、この EHEV ハイブリッドタイプ、ホームですね。で、右側が、ベーシックガソリンタイプですね。これでね、価格差、まあ、50万ぐらいありますね。ハイブリッドタイプはね、このエコカー減税っていうのが、重量税が、免税になりますね。ガソリンタイプでもね、重量税が 25% 安くなってるということですね。で、このベーシックタイプはね、どうしてもね、この内装がね、すごい安っぽかったですね。ちょっとこれでは分かりづらいんですけど、ちょっと映像を貼っときます。やっぱね、内装的には、安っぽさは否めないか。まあでもハンドルちょっとベーシック安っぽいわ。で、オプションがね、いろいろあるんですけど、このね、LED フォグライトっていうのがね、ホームもついてないのか。で、このスペシャルパッケージね、これホンダコネクテッドの。これがね、両方とも、ディーラーオプションということですね。ホームはついてないんですね。で、さらに、最初ね、これフォームね、いいなと思ってたんですけど、15インチアルミホイールなんですよね。まあ、16インチは選べるんですけども、16インチにするとね、さらに機能がね、増えるみたいですね。アジャイルハイドリングシステムって言って、中のカーブがね、より曲がりやすくなるシステムがプラスされると、15インチだとね、それが覗かれるみたいですね。ベーシックはね、この16インチが選べないと。いうことですね。で、ガソリンタイプとハイブリッドで、まあ、大体ね、これ WLTC モードで8キロぐらい変わってくるんですね。で、この16インチと15インチでね、実は燃費が違ってきます。このリュクス選んでみますね。リュクスは16インチがね、標準装備ということで、なんとね、この15インチと16インチの差で、WLTC モードで 1.4kg/L もね、差があるんですね。JC08 モードに関してはね、3.6kg/L もね、差があるんですね。いや、この差は大きいわ。まあ、それでもね、この16インチの方が魅力があると思います。で、リュクスはね、このホームと比べて36万ぐらいの差があるんですけども、結構ね、お買い得なんですよね。まあ、本革シートが最初から標準装備というのと、さっきのね、このナビスペシャルパッケージね、
これね、これが最初からついてるということで、おそらくね、皆さんこれつける人が多いと思います。これが最初からついてると。で、まあ、この16インチのね、アルミホイルの差があるということですね。まあ、この LED のね、フォグライトもついてると。もうこれもつけときたいですよね。これ塗装。リュクスは、こう、ツートンカラーって選べないんですね。ホームは選べます。そっか。クロスター。クロスターはね、これ、まあ、これがね、こう、ツートンカラーが売りですよね。ネス。ネスはちょっと派手なんですけど、この、あ、そうそう、黄色がね、嫌だったらね、黒のツートンも選べるんやな。では、eHEV のリュクス、ちょっと見積もってみましょうか。あ、こういう感じで選べるんですね。あ、一番安い 1.3 リッター。まあ、本当のね、ベーシックなタイプですよね。の一番反対の、ハイブリッドタイプの、リュクス。これ選択します。あ、ボディカラーね。そっか、これでも値段が違うんか。プラチナホワイトパール、3万3000円高。あら、このプレミアムサンライトホワイトパールなんか5万5000円高ですね。まあ、今回この色はね、このブロンズにしときます。それで248万か。まあ、最低限でいきましょうね。これ、革張りシート、どっちがいいかな？茶色にしようかな？黒にしようかな？これ黒が選べるんですよね。まあ、これはね、金額変わんないんですよね。で、次、メーカーオプション。まあ、メーカーオプションもね、リュクス、最初から色々ついてるんで、特に、選択、そうやな。あ、これぐらいは、選択しとこうか。これね、アームレスト付き、コンソールボックス。プラス、ワイヤレス充電器が、これスマホの充電がね、ワイヤレスの、これついてるよね。248万円から選択したら、おぉ、253万になりました。5万5000円高か。まあ、これつけときましょう。で、次、ディーラーオプションね。ディーラーオプションはね、ちょっといっぱいあるんでね。エクステリア。あ、でもこれ、フロアカーペットはついてなかったんかな。これ絶対いるよね。一番安いやつ17,000選択。エクステリア、エクステリアもね、うん、まあリュクスは最初からかっこいいんでね、いらないですよね。あ、このブラックエンブレムええな。あ、これいいな。これ13,000か。ブラックエンブレム、ほらいいんじゃないこれ。これにちょっとこれつけよう。おお、13,000か。いいじゃん。あ、この上の、あ、これ口紅のね、これもつけとこうか。これもつけちゃおう。3,800円。よし、こんなもんでいいか。エアロパーツ、うん、これはもういいですね。ホイール足回り、これもいらないですよね。インテリア、インテリアなんかいいのある？あ、 ETC な、これはいるな。これ 2.0 か。あ、こっちの 2.0 つけよう。次、インテリアグッズ、これもいいですよね。もういいです、いいです。キャリアがつかないと。あ、ナビな。ナビはいるわな。一番いいのが、これ25万。せっかくね、いい車なんでね。フィットといえどもいい車なんで、この25万つけたいところ。一番安いのが、これか。9万6000円ね。ここは、ちょっと、まあ、安心パッケージ、あ、そっか。ドライブレコーダー安心パッケージ。これにしとこ。わぁ、高い。290万いったわ。ちょこんだけつけました。フロアカーペット。この口紅のエンブレム。で、ブラックエンブレム。で、ETC つけました。で、ナビ、一番いいやつ、25万。これ25万じゃなくてもいいかもしれんけど、一旦これにしました。で、合計290万。高い。そっか、まあ、内訳行くと、車両本体とディーラーオプションで200、まあ、約80万ね。で、税金がね、なんやかんやで12万か。まあ、重量税が免税で、まあ、0円になってますよね。はい、いかがでしたかね。
フィット、やっぱりねオプションとかねいろいろつけちゃうと高くなっちゃいますよね。まあその点ねリュクスはまだお買い得と言えども290万、まあ約300万ぐらいいっちゃいましたね、高級車。いやなかなかねフィット種類がいっぱいあってね、いろいろ選択できていいと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィットのカタログを見てみたようでした。じゃあね、バーイシュー。